未来への矛の昇格抽選中で虹色ランプが光る。一体何を意味しているのか解説します。部長こんにちは皆さん。今回はお待ちかねのパチンコエヴァンゲリオン未来への矛についての情報をお届けします。最近話題になっている昇格抽選中で5段下のランプが虹色に光る場面、気になりませんか？実はこのランプの虹色光は非常に重要な意味を持っています。エヴァンゲリオンシリーズではパチンコ機を通してメカニズムの一部が伝えられていますが、この虹色ランプは昇格、抽選中に特定の条件を満たした場合に発生する効果なんです。エヴァンゲリオン未来への矛では、インパクトモード中のヌジェ揃いが非常に重要です。ですがなぜこのヌヌ揃いが意義あるのか疑問に思う方も多いでしょう。実はこの七揃いこそが虹色ランプの光る補足の鍵なのです。さらに皆さんが気になっているのがエヴァンゲリオン未来への矛の一発化についてですよね。現在のところその話について公式のアナウンスはありませんが、各地での渡航を考えると近い将来に実現する可能性、あったかそうです。最後にエヴァンゲリオン未来への矛の背景にある補足崩れについてもご説明しましょう。補足崩れとは通常のゲーム性とは異なる特殊な現象であり、エヴァンゲリオンシリーズならではの魅力とも言えます。今回はその背景についても詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。以上が今回のエヴァンゲリオン未来への矛についての解説でした。昇格抽選中で虹色ランプが光る意味や一発化の可能性、そして背景にある補足崩れの秘密についてご紹介しました。皆さんのコメントもお待ちしておりますので、どんな疑問でもお気軽にご質問ください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。